演舞開演。どうも、本日はこちらのぶっかけそうめんというものを食べてみます。ぶっかけそばではないんですね。ではなんか具材いろいろ入ってますね。ちょっとどいてもらって、混ぜ終わりました。ではいただきます。麺が違うと絡み方も違いますね。具材が入っているところは冷やし中華のような気もしますが、そうめんなのでちょっと麺が細いんですよね。なのでそこに具材とつゆがうまく絡んでいて、細麺ならではの美味しさを堪能することができましたのがとっても良かったです。そうめん、冷たい麺の代表ですね、やっぱり。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。